吉田勤です。今日は玉川大学の文化祭コスモス祭にやってきます。なんとコスモス祭はですね、昨日昭和女子大で同じコスモス祭という名称でやってまして、そこも行っております。今日は玉川大学の文化祭に来ております。でここではですね、世界遺産関連のクイズをやってまして、それに、A コースは今無事通過したところですので、B コースに行きます。8番のクイズがですね、オーストラリアのウルーというのは何という先住民の選手であるかという質問です。これはですね、3択クイズでしたのでめくってください。これはですね、アボリジニーな皆さんで、ヨーロッパの侵略に耐えながら頑張って生活している皆さん方です。次お願いします。分かるのもあれば分からないのもあるんですよね。これはさっきちらっと聞いてたんですけども、エチオピアにあるギョルギス制度はどのような形をしているか、だってこのそもそもこれを知りませんので、どんな形をしているかが分かるわけありません。分かるわけありませんが、実はこれ違ったんですね。先ほど違ったということだけ言っておきます。次のクイズお願いします。自由の女神はですね、アメリカ合衆国独立何周年記念した、これはさっき実は答えたんですが、違っておった気がする。10年って言ったらとんでもない桁が違っておりまして、10年、200年、300年、100年という思ったように覚えています。このようにですね、玉川大学は非常にこの展示を重視した文化祭をやっていまして、大学の中では珍しいです。まあ、このいろんな有名な大学もあるわけですが、そうしたところでですね、一番ダメだなと思うのは、この食べるところと、それからお笑いとミスコン、この3つしかやってない大学は、私は残念ながら立派な大学とは思えないというふうに思っております。ぜひ大学生ですと勉強のコーナーも食べるところもあれば楽しいところもあるという中で、いろいろ企画やっていただきたい。先ほどは経営学のところに行ってきました。終わります。